お疲れ様です。今日はですね、こちらキョスケバルーンやっています。ってことで久々にキョスケをね紹介する気がしますね。なんか一時期ねめっちゃ強かったんですけど、なんか消えたっすよね。なんだゴルナイ、エレジェイゴルナイに多分そんな活躍できなくて、まあ、キョスケがね減ってたんですけども、このキョスケバルーンがね鬼強です。はい、あのヤナム雪玉っていうこの組み合わせもですし、まあ、フェニックスもまだ強いし、まあ、あとアーチャーで空も攻撃できる、かつちょっと陸受け少ない部分もアーチャーを犠牲にね、はい、プリンスとかミニペッカも受けれるよっていうので、これやばいんですよね。なんかねこれ矢雪なんかバルーンデッキだとやっぱタル雪とかの組み合わせが多いと思うんだけど、これ矢雪っていうのがね良すぎてて、まあ、環境にも刺さってるしね、アーチャーとかゴブリンとか全部しばけます。そうしばける、かつ矢雪のコンボでマザネク、マジアチャ、ザッピーも処理できる。あとまあディガーもあるんで、ウィザードとか来ても、あこれ別にヤナメでもいいんだけど、ウィザードとか来ても何ディガー雪玉とか、ああえ強くない、いや、まあ、ディガーヤナメで処理できるよねっていう。ここは雪玉打っとくか、よいしょ。そうなのでファイボとかポイズンはないんですけど、まあディガーでエリポンも壊せるし、まあ、スケラーはねアーチャー、ヤナアメも守れる、大型もキョスケで耐えれるみたいな感じで、よいしょ、めちゃくちゃ便利なんですよね、この矢雪、そしてキョスケボムタワー。なんか環境もしかしたら環境最強クラスなんじゃねえかなって思ってるんですけども、巨大スケルトンの弱点は皆さんこれです。親衛隊です。たまたま親衛隊が消えやがったな。耐えてくれ耐えてくれ、耐えてしまえば今んとこ相手の対空もキアとエレキしか見えてないんで、今エレキしかいないな。オシャンティー、オシャンティーバロンやってみる。成功する確率 50%。 エレキこんにちは。あ成功しました。で勇気まで、あっなあ、相手の素晴らしいファイボだ。さあ、まあ、みたいなこともしつつ、まあ、こんな感じしなくてもね、キョスケバルーンでディガー飛ばして、ヤナアメサクッて終わるんだよ。はい。よし。親衛隊だけちょっと厄介。まあ、ボムだから、耐えるはする。スケバレマンド。いや、アーチャーでスケバレ防衛、すごい楽になりましたね。あー、アーチャーつって。うわー、ちょっと持ってねえな。あ、これでも、行きどっか、なんか行ってキアにヤナアメ打って、でここはもう遅れてアーチャーで対応してみたいな。まあまあ、でしかもキョスケの爆破である程度は解けるよと。もう一発、おいいいね。でこの時めっちゃ簡単っすよめっちゃ簡単、久々にすげえ簡単なデッキ生まれた。よいしょ、一旦ね危なかったら守って、まあ、ディガーで最後削れるんでね。はい、なんだフェニックスの落下ダメも相手は入れたくない。お、ああ男の許容ですね、まあ、エレキあるんでね拾われちゃうんでね。マジ一回ちゃんと守るっていう。さあ雪玉が70205っすね。次の矢雪で勝てるかなって感じかな。これアーチャー一発入ったら勝ちやで。ああ入らない。さあ矢雪回して勝ちなので守って勝ちかな。いやこのキョスケのね陸行きの安心感やばいね。よいしょ、なんならキョスケも刺さってますね。オッケー。まあ、これキョスケの枠がね、それこそやっぱナイトとか、まあ文句だとか、まあなんかいろんなパターンもあると思うんですけど、キョスケっていうのがね、やっぱいいね。一気に使いやすくなりますね。まあなんか相手強そうだな。キョスケ。とりあえず出しとけばいいかな。クララマで、こうやっぱ人気なデッキとか、人気のカードとかありますけど、キョスケはね、トップレベルに、人気なカードだと思いますね。
キョスケロイジェ、キョスケホグ、キョスケスケラ、まあ、なんかキョスケコカツ、なんかとりあえず出しておけばいいっすよ。あーラバルか、あれちょっと、あーよかったよ、さすがにこれ溶かせれば正直ヤナアメで終わるんで、あーこのアーチ絶対いらないっすね絶対いらないけど、まあ、この1体も殴ってくれるよと。はい、さあフェニックスと雪玉ヤナアメあればバルーンも簡単に守れていきますね。はい、しかもよ、右のタワーも290なんで、まあ、相手の後はなんだ、中身インドラ使ってフェニックスぐらいいてもおかしくなさそう。暇なんでディガーで一旦守りますか。これなんかあんま攻めるとね、なんかラバルって危ないんでね、なんかその両サイカウンターのバーバリアンとか始まってバルーンも来てインドラも来てって忙しくなる。これは溶かしちゃってよいしょ。ヤナアメあるっすけど、だから回んないっすよね、そんなコストが。よしよしよし、さあヤナアメザップのスケドラインドババっすね、残りが。ってことは意外とここのディガクにやると相手ヤナアメとかね使わないといけないっていう、ちょっとめんどくさいと思うんですよ。あーババーババたまにちょっと強いたまにだしちょっとだしっていう。さあキョスケバルーン組んでフェニ、キョスケフェニ組んで、もうこれバルーンするだけっすよね。いや簡単なんですよね、できることが限られてるしすることも限られてる。ああそうフェニックスから焼かれるのがもうちょっとやだ。まあでもキョスケのバカでインドラをボコしてもらって、ああそれ素晴らしい、それ素晴らしいな。あでもフェニックスがもっと素晴らしいフェニックス強すぎるだろ。さあボムで誘導もあって、正直これヤナアメもあってみたいな感じなんで、オッケー、ユキもねさらにあったんでなんとなく耐えてそうでしたね。オッケーオッケーオッケー。さあ相手がヤナアメとか持ってても全然ね、アーチャー強いし、まあ、アーチャーやられてもフェニックスでね守れるよっていう、なんだろう、弱点、まあ、弱点は施設取るね、遅延スケラとかですけど、アーチャーあるんで遅延スケラにも戦えそう。よしよしよし、もしヤナアメ、ヤナアメ時代ですね。あタルビ14になりました。あーおー、クロちゃん、クロちゃんみたいな、あーガチでガチで、えやばこれ、さて怪しい4コス5とかやめてほしい。危ねえ、クロスか、いやクロスはね嫌いナイトアーチャーね強化されましたからね、そりゃいるよ、そりゃいるよと言った感じで、まあ先置きしてバルーンヤナアメとかでクロス壊せばいいかな。ヤナアメなのかね、まあちょっといいっすね、アーチャーやれるんだよね。さあ一瞬受けるけど許そう。さあ耐えてしまえば、まあ後半はバルーンディガーでヤナアメ使えば多少ダメージは通ると思うんで、まあ多少ではあるけど耐えちゃいたいですね。同じよ、後ろからゆっくり行こうぜ。いやー攻めてえな、いやめっちゃ攻めたいんですけど2倍入ってないのに攻めると危ないんで、まあ先置きボムでお茶濁し。おこのフェニックス5打たれっかな、まあ、ロケじゃないのはでかいですね。ロケだったらもう多分勝てなかったです。
卵生まれる？え、なんで生まれないんだ今。ちょっと待って、疑惑な。あ、生まれてたんだ。あ、ちっちゃすぎて見えてなかったっすね。フェニックス生まれてたんや今。なんでフェニックス生まれないんやと思ったら生まれとんかい。あー、ないときそう。そうか、やめてー。よしよし、まあまあまあ、まあ、無理せずに。いや、テスラとかマジ強すぎるかな。やったかな。いや、一旦ね、少々許します。あ、バカだけ入れ、バカ入ればもう入ってんじゃない。あれ、あー、入ってないのか。やばい、あぶねーマジでだいぶやばい。さあ、あんまね、矢の雨も打ちたいけど、打つと次のクロスとかもちょっと怖いんだね。お、フェニックスが最強か。耐えれば、耐えればね、全然リードできると思うんだよな。雪まで打ちたいけどちょっと怖い。あー、めちゃくちゃいい、それ確実ね。相手はこれね、左より右差したい顔してるんですよね。そうっすね。で、ファイボとかもちょっと怖いので、オッケーオッケー。うわー、子供取り。よしよしよし、いや、耐えたらもう俺の勝ちなんでね。あ、諦めたっすね。よしよしよし、危ねー。さあ、タルババない分ね、なんかクロスの防衛怖い気もすんですけど、まあ、しっかり陸だけね、陸だけ受けてアーチャーでチマチマ攻撃して壊してね、刺すときは矢の雨まで打って、オッケーオッケーオッケー。さあ、でかいね、トルネがあるクロスだとこれも楽しくある。あ、出た、メンヘラ、キョスケメンヘラのバナーつけてましたね。さあ、もうすでに病んでる。だいぶだぞおい。さあ、おー、こたつか、矢の雨よかったかな。いて、いて、ゴブリン強いな。さあ、ロケーコー、なんだろう、ちょっと金額起動したいんで、ちょっと早いけど出しちゃう。ギャングロケ砲か、メガナイト。さあ、メガナイトとかにもキョスケはね、超優秀です。逆にメガナイト使っててキョスケね、きつすぎるっすよね。さあ、アーチャーぐらい使ってあげて。あ、メガナイト復活もしかして。お、メガナイト復活だ、久しぶりに見た。あー、まあ、やゆきだもんね。インドラがちょっと嫌だけど、さすがに負けたくはない気がすんな。ジョスケバルーン組んで雪玉打てば終わりじゃね。ゾップ、てかロギナット氏見たな。ちょっと違う。なんだこれ。ロイジャイとかもいてもおかしくない。まあ、インドラいないときましたな。さあ、来る。ロケオニアラメ打って。まあ、最後の最後はね、ザッピに対してヤユキとかディガーヤナメ飛ばしたいんですよね。さあ、自陣入ってくれる、美味しい。まあ、さすがにあれはシワイと打って、ええや。あー、ハルシ君もいたんだ。なんだこれ。おい。おい。まあ、ボムダーめっちゃ強そう。
あれ呪文なさそうだな。もうスケバレだけで削るみたいな。さあじゃあね、スケバレに超強くなってる。トルネがもしかしたらない。ああ、いい攻めですそれ。まあ、矢まで打つ必要もなさそうだな。さあ、気をつけ。次。いいけど。よしよし。さあ、これはもう、雪打って、矢まで打って、キョスケも、ちょっと入りそう。よし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 。いや、この矢雪がね、ほんま強えのよ。怪物いらないもんね。怪物の価値が。まあ、強いんですけどね。矢の雨が強化されすぎたっすね、単純に。さあ、これロケット押しに行くのかと見せかけて、さあ、タワーに打って、ギャングこんにちは、オーケー。やばない？いや、雪。なんか、下方されてもいい気がするんだよな。ここ最近のなんか、ウッド下方だったり、タルババも下方されましたよね。で、そんな中で、矢の雨だけね、矢の雨？なんか矢の雨？矢の雨だけなんか、ずっといい位置にいて、なんだろうな、周りが落ちてってるおかげもあって、ロケのダメージ加砲、解剖の、加砲あったっけ？覚えてねえけど。なんか矢の雨だけ、最強になっていってる気がする。このいつの時代が来てる。昔なんか矢の雨なんかありえなかったっすかね。もう矢の雨ってウッドとかポイズンとかで当たり前みたいな。さあスケドラも矢雪で溶かせます。起き上がれるんじゃねこれ。あー、ラバ掘りでしたね。ラバルではなくラバディガーで。矢の雨持ってんで、アーチャーはまあ行かれるけど、結局2周目アーチャー生きるし、セパレットすればなんとかなるやろっていう感じで。今相手インドかフェニーっすね。ネクスト雪回るけどディガーないっていう。フェニックス出しちゃうか。ちょっともったいないけど。お？キョスケ。まあ、陸一旦お確かめいきますか。スケキンマイティ、ババ。これ神雪にならんか。生きたところで感ある。生きたところで感あるな。サスケドラもいる。ちょっと怖いですねこれは。まあこれはでも一回バルーン飛ばしてスケドラで絶対守ってくるんで、スケドラ使わせるっていう。そしたらこのラバの後ろにホバリングしか来ない。ホバ来る前に溶かすか、さ溶かすか、ホバに当てるかで悩んだんですけど、先溶かしちゃった方が楽っすよね。で、矢の雨もまだ見いらないっすね。ああ、それめちゃくちゃ嫌な。嫌な感じっす。どうせ宝石あるし。うんうん。まあ、耐えてはいる。ああ。ギガーバルーンで。攻めたいっすね。ここの攻めだいぶ大事になってきそう。さあだいぶ攻めて、キョスケが走れば、おっバルーンが入って、いやもう一発欲しかった。これヤナアムがあるんでね、これが強いんですよね。さあフェニックスがちょん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 、よし。ラバのこの矢の雨をボコせますからね、フェニックスだけで。まあ矢雪の呪文のおかげもだいぶでかいですからね。いやこのデッキマジで強いぞ。なんか革命が起きてるぞ。環境にぶっ刺さってるしな。このデッキ考えた人マジで天才っすね。うん、俺じゃないけど。わあ、イカチープロフィールしてる。え、レジェンメガネテリババ。あ、XO って名前つけんじゃねえよ。あ、フェイクだ、あれ。完全にフェイクだ。クロス使いやん、ただの。
今のアイリッシュエミグライトやばいな。さあ、あーマジでとりあえずナイト出してくるっすね。バルーンで壊すのが正解だった。さあこれいるかな。いらない、いらないプランでいきたい。いりました。はいはい、まあまあまあ助けのバカでね飛んでもらって、次はまあちゃっちゃ壊したいね。雪とかもガンガンね序盤は防衛使っていいと思う。さあここはなんなら相手もコストねえぞ。ファイボーかアーチューか。お一発入りそう。なんならもう一発、うーんオッケー。さあダメージ的には悪くない。いやでもこのアーチャー強いんですよね。ここのフェニックスガチでもったいない。いやもったいないからディガーつなげたい。つなげてよかったね。いや無茶はしないね。うん、マイナスになるかもしんないから。さあちょっと一旦ボム置いて、ふう、意外と先置きボムとか先置き大砲結構強いんだね。端前でもいいけど。さあここは2倍タイム入るし、相手もファイブ使ったんで、あーめちゃくちゃいい、そのアイスピー天才やん。いやでもアーチャーが攻撃速度上がった分めっちゃ頑張ってくれるっすね。さあテスラは突破できないが、ユキと、いやー綺麗に守られるっすね。まあまあまあ全然全然ファイボとか打ってくれるとね、アイスピー打ってきたらガチ天才。さあこれ右サイド強要できます。うん、もう相手からしたらちょっと苦しいんじゃない。いやあのテスラマジ強いんだよ。テスラ強すぎて、スケ使った陸行き少ない。さあもうディガーでねダメージ稼いでいこう。よしよしよし、結局ね、結局これはもうディガーやなアメゲー。端前テスラやばいな。いらんな。ほっ、ちょっとやりすぎなけん。いやー逃げ切れるかもしんない。一旦ボム置いとくか、ここに圧。一旦置いてね。あーおー、なるほどね。こんなんもう、お相手ミスってる。はやば、ファイブ使わなきゃさすがに一発。うえいさん、テスラ釣れてないですよ兄さん。でかすぎまあでもやだめだからな、これが樽だったらね。どうなんだろう、逆にきついのかな、もしかしたらね。さあこの 2v2 とかでも、あーありそう。相手も同じ背景だ。久しぶりとか初めて見たかもしんない、あの気も可愛い感じのこのバナー使ってる人あんま見ないっすよね。なんかよいしょ。さあディガーを無視、寝てんじゃねこれ。あ、これ絶対寝てるやつだな。あんな無視する、これも無視してきたら、あ寝てます。あこれ寝てるフェイクだったらガチすごいわ。あ寝てました、おやすみなさい。うん、今んとこ何でも勝てそうだな。エリゴレ、エレジャイ、ゴレラバー、スケラ、クロス弱点ないんじゃない。
さあ大砲を、大砲じゃない迫撃砲を、キア、これ雪打てばキアが、おい、しかもこれアーチャー多分一発いいね。迫撃枯渇系、まあ、取るにはないでしょう。雪使ったもんね。でも矢があるんですよ。オッケーオッケーオッケー。さあこれは、あーそれだいぶやばい。矢の雨相手がもう持ってる。ホバリングの前シーズンから使われてるやつだな。前シーズンめっちゃ強くって、なんならアーチャー強化されて今シーズンの方がより強いじゃんっていう。迫撃穴の雨に見えるんですけど、吹き矢が入ってれる、入ってなかった気がする。さあまあ一旦ね、キョスケもね強いんですけど、こういう高回転相手というか、なんて言うんだろう、スケルトン部隊とかの相手にはやっぱ序盤はね出してもそんな輝けないんで、2倍タイム3倍はね出すんですけど、あんま出さなくてもいいです。終わってみないで。あ、じゃあ、あー雪玉を打つね。若さはなかったんだ。一発いいね。あ、いらんかったな。今のアーチャーとかも多分本当に正解はソウルコール打たれてから出せば、てかなんならわざとアーチャー出さずにソウルコール打たしてからアーチャー出すっていう、2コス相手に無駄させるっていうのがよりいいかもしれないね。花丸に近いアーチャー出すっていう選択肢は間違ってないかもだけど、それが完璧かと言われると難しいとこ。さあもうこれだけで相手きつい。組んで雪穴に打つだけ。ここに、あーそっちが先ね。あーでファイボか。でもなんか刺さりそうじゃね。相手めっちゃコス使ってくれてるっすよ。やばくね。これが相性ってやつやん、マジ。キョスケバルーン。相手は激強がすごい寄ってきてる。やばい。さあ、まあ、ファイブで頑張りたいよね。ファイブ打ってからの2コスコウモリ。透けてます。まあ、神相性さ。めちゃ強くね？やゆき。バルーンマジ、やゆき時代っすね、これ。他流域は終わりましたね。さあ、というわけで、こちらのね、キョスケバルーン、やゆき。鬼強いです。はい。びっくりしてます。僕のお気に入りデッキになりそうなぐらい強いんでね、ちょっと皆さんもぜひ、やってみてください。では、お疲れ様でした。またね。